こんにちは。今日は待ちに待った苗植えをしていきたいと思います。こちらのアルミ缶を加工しまして、穴を開ける道具を作ってみました。さて、うまくいくんでしょうか。穴を開けたい場所に空き缶をぐっと回しながら押し込んでいきます。結構力がいるんですが、マルチシートと土を一緒に取ることができるので、すごくアイデアのいい道具になってます。この空き缶を抜き取ると綺麗に穴がぽっかり開いています。穴が開いたので肥料を少し撒いておきたいと思います。では苗を入れますか。あれ、入らないですね。ちょっと穴が小さかったようです。穴を大きくしましょう。僕の手のひらがちょうど20センチですので、苗との間隔を測りまして、次の苗の穴を開けたいと思います。また空き缶をグッと押し込んで穴を開けていきます。ほんと綺麗に土も取れるいい道具だと思います。お金もかかってませんしね。では苗を植えて、こちらはナスですね。ちゃんと上にも土をかぶせてしっかりと植えたいと思います。全部で畝は3つ作りましたので、ある苗を淡々と植えていきたいと思います。だいぶ手慣れた感じが見られるのではないでしょうか。あと2つで終わりですね。こちらはスナップエンドウと枝豆になります。お酒のつまみが楽しみですね。では植え終わりましたので、水をたっぷりとあげたいと思います。じょうろであげたんですけども、ちょっとマルチシートの場合はこの上げ方では良くないのかもしれないですね。しっかりと水がかかってないような感じがします。次に種を植えていきたいと思います。隣に少しスペースがありますので、そこに新たに畝を作っていきます。土がまだかなり硬いので念入りにほぐして細かくしていきます。結構大変でした。畝を作って真ん中に種を植える穴を開けていきます。そこに小さな種をポツポツと落としていきます。だいたい均一になるように撒いていきます。最後にふわっと土をかけて終わりです。ではどんどんいきましょう。次も同じように穴を開けまして、そこに種を植えていきます。これは20日大根の種ですね。ちっちゃいですね。これもサラダにいいので、たくさんできてくれるといいな。全部で種が7種類ぐらいありましたので、もう一つ畝を作って、そちらに種を追加で植えていきます。こちらはほうれん草やモロヘイヤなどを作っています。では種も巻き終えましたので、たっぷりと水をあげたいと思います。どうでしょうか。苗と種を植え終えました。たっぷりと水も含んでますね。
畝を作った時に真っ平らに作れなかったのでへこんでる部分があります。穴を開けて水が抜けるように加工したいと思います。これでバッチリです。苗も気持ちよさそうですね。これで今日の作業は終わりです。しっかり苗を育てていけることができるのでしょうか。いや、僕次第ですね。次回も楽しみにしていてください。